皆さんこんにちは、ワナレグルビーです。では今回は大戦略鋼鉄の旋風日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。ハワイ攻略作戦が成功したので、イフのシナリオとして前回からインド制圧作戦始まっています。インパールの制圧完了してますので、今回はいよいよインドの中央部へ攻め込んでいきましょう。ご覧のように空母機動部隊から発艦した航空隊が敵基地あるいは敵都市に対して空爆あるいは航空戦を展開しているという状況です。では早速続きを始めていきましょう。まあ敵の基地司令部なんですけども、まあここに一つと、もう一つ下の方にありまして、全部で残り二つ敵の中央司令部撃破する必要があります。一方占領を行う陸戦隊なんですけども、陸戦隊をどこから、まあ、上陸させるかというところで、まあ一つがここですね、港と出てます。もう一つの港近くで言うと、だいぶ上に上がっていってここに港があります。なので、まあ、どっちから上陸かけていくかというところなんですけども、やっぱりね、敵の基地中央司令部に近いところに上陸仕掛けていきたいので、ここに上陸仕掛けていきたいと思います。では時間進めていきまーす。敵の沿岸部なんですけども、高射砲、まあ、いわゆる対空砲と呼ばれるものですね、これがあって、航空隊にちょっとダメージが出てしまっているので、これを排除する動きをしておきたいと思います。まあ、艦爆なんかを使って確実にこれをね減らしておきたいところです。さあ、駆逐艦も、まあ、脆弱ではありますけども、艦砲射撃開始していきまーす。この後、ヤマトとかね、大型艦も続々侵入を果たしていければ、まあ、火力も出てくるかな、というところですね。錦大帝が撃墜されてしまいましたね。まあ、やや航空戦で敵の高射砲、まあ、いわゆる対空砲の防衛もあってですね、苦戦をしているという状況ですね。冷戦も、まあ、敵の航空隊に囲まれて、ご覧のように撃墜を繰り返されているという状況なので、まあ、お金に余裕があるうちに冷戦は生産を行っておきます。あと、まあ、場合によっては、はやぶさを出して敵の基地占領してそこで補給するっていう作戦も考えたいですね。まあ、沿岸を固める敵の数が、まあ、予想以上に多いというのがここまでプレイしている感想なんですけども、まあ、このまま手をこまねいているわけにもそうは言ってもいられないので、上陸地点に部隊を向けていきましょう。まあ、戦艦や、まあ、もちろん戦艦の一つであるヤマト、このアプリの艦砲射撃に活路を見出したいので、まあ、少し、まあ、動きの少ない時間、守りの時間というのが出てきますけども、ヤマトをはじめ戦艦部隊が突入できるタイミングを待って、その間は航空隊の補給なんかをね、しっかり行っておきたいかなと思います。いや、敵の数とんでもないことになってるな。これをどう、まあ、かいくぐっていくかっていうところが一つテーマになりそうですね。上陸ポイントに、まあ、いかに早く、かつダメージが少ない状態でたどり着けるかっていうのが、攻略の大きなポイントになりそうです。まあ、幸いにしてというのか、上陸予定地点には敵の数そんなに多くなさそうなので、ここを一つやっぱり起点に考えましょうか。占領できないまでも敵の空港や航空基地に関してはですね、今、抑えることができましたね。なので、この後陸戦隊が到着したらすぐに占領が、まあ、できるという状況です。敵のシューファイヤー、これも
強くなってきてますね。干ばくのドッグファイトではなかなか仕留めきれなくなってきている。なんでやっぱり冷戦ですね。冷戦が、しかも連動の高い冷戦を出したいところなんですけど、まあその連動の高い冷戦というものが少しずつ数が減ってきているっていうのが現状ですね。さあ敵にこちらの位置知られましたね。敵の陸上攻撃機、これが空母部隊に迫ってきているという状況です。これまず何が何でもやっぱり排除しておかないといけないですよね。かといってここから冷戦動かしたくないしな。まあでも放っておくわけにはやっぱりいかないので、敵の攻撃隊、これをね撃退して回りましょう。空母がやられるわけにはやっぱりどうしてもいかないですからね。今ちょっと使い道のない観光を使ってここの港と都市と、まあ、艦爆も1個使って敵の空港それぞれの上空を抑えました。一刻も早くやっぱり上陸隊を送り込んでいきましょう。空母も守らなきゃいけないし、一方では輸送船を使った陸戦隊の投入もしなきゃいけないしというところで、本当に息つく暇もない大激戦になってきました。敵の沿岸の守り硬いですね。これだけのユニット配置してきてますね。では空母の周りについては安全を確保できたので、厳しい戦い続いてますけども、艦隊を少しずつ前進させていきます。それと同時にどうでしょう、周りの敵のね、まあいわゆる防衛戦力、これも艦爆隊を出して少しずつ削りかけていきます。まあ、その艦爆隊効率よく運用するためにもやっぱり空母はね絶対に撃沈されたくないユニットにはなってますので、まあ注意の上にも注意ということでね、しっかり空母は守っていきます。ヤマトが敵の攻撃機の攻撃を受けましたね。さらに敵はどうだろう、降車砲対空砲も展開済んだようなので、こっから冷戦艦爆、この辺りが削られてしまうかもしれないですね。ヤマトはこのまま特攻させます。ヤマトの火力はやっぱりどうしても欲しいですからね。ヤマトの火力で敵の沿岸の防衛戦力を叩いて、航空隊がスムーズに、あるいは陸戦隊がスムーズに上陸できるようにね、支援体制を取っていきたいと思いますので、まあ、多少ヤマトがご覧のような形で攻撃を受けていたとしてもですね、ここはもう臆せず進んでいきたいかなというところですね。この沿岸砲台に一発攻撃仕掛けてみるっていうのもありですよね。では艦砲射撃を加えて、敵のね、まずは重要な拠点となっている、そしてこちらが重要な拠点としたい航空基地を取りましょう。で敵の、まあ、インドマドラス基地、ここにある飛行場を抑えることができたので、前線に進出できなかったハヤブサですね、これを前線に出していきましょう。空母にね着艦できなくて補給できなかったハヤブサなんですけども、飛行場さえ確保できればそこを拠点に
運用ができるようになりますので、まあ、これを逃さずですね、しっかりハヤブサも進出させていきます。どうしても敵のスピットファイヤーやその他航空戦力の前に冷戦だけではね対処しきれなくなってきている状況ありましたので、ここにハヤブサ海が投入できれば多少なりともね戦線好転してくるのかなと思いますので、ハヤブサを後方に待機していた部隊投入していきます。なんとか敵の中央司令部取り囲めそうなところまで持ってきました。まあ、ただこの雨が降ってるっていう状況もあってですね、なかなか攻撃を仕掛けられていないので、まあ、耐える時間が続きそうですね。まあ、その間に味方が削られないようにですね、まあ、しっかりと防衛戦力というものを出しておきたいと思います。さあ、では部隊ほとんど上陸させることができましたね。ここからなんとか基地中心部に向けて進軍をしていきましょう。航空基地できればもう一つぐらいはマドラスの近辺で確保したいですね。ハヤブサを7ユニットほど出しましたので、これが、まあ、なんとか耐えられる、まあ、だけの航空基地の数となると、まあ、一つだとちょっと心もとないのかな、もう一個二個欲しいよねっていうところなので、上陸者部隊は主に航空基地の確保、これを最優先に作戦をしてもらいます。さあ、雨が降ってない、ここは敵の中央司令部を叩く絶好のチャンスですね。何としてもものにしたいので、まずはそこから確認をさせていただきたいと思います。敵の基地中央司令部に攻撃を仕掛ける、まあ、やっぱり艦爆で攻撃仕掛けるのがいいとは思うので、艦爆でね攻撃を仕掛けていきます。ここに、まあ、割と元気なユニットがいるので、これを使って、行きたいけどこいつが邪魔だな。まあ、とりあえず艦爆で一発攻撃仕掛けてみましょう。どれくらいダメージが通るかっていうところもありますからね。8、残り8か、全然削れなかったな。となると艦爆だよな。艦爆使いたいですよね。まあ、とりあえず攻撃は仕掛けていきましょう。5、残り5。倒したい。残りますね。この艦爆の爆撃でどうか。残り4ですね。削ってほしい。2、残り2か、削りきれなかった、残念。まあ、これはもうしょうがないですね。割り切っていきます。ではここからは艦砲射撃で敵撃砕していきましょう。 B っていう戦車ですかね、強いんですよね、中戦車なんですけど、まあ、これに味方の陸戦隊が削られている状況はあるので、ヤマトやムツの艦砲射撃で確実に削っておきます。ハヤブサが前線に投入できるようになったおかげで、まあ、だいぶ戦力的には余裕が出てきそうですね。特に航空戦ではもう苦しいっていう状況は脱却できそうですね。はい、最新の戦況です。ご覧のようにマドラスに上陸できています。でマドラスの基地も攻略できそうですので、徐々に部隊を最後の敵拠点であるこちらに向けて移動を開始させていきましょう。主に航空隊を先行させます。航空戦力はほぼほぼ叩いたので、敵の航空戦力の数はだいぶ目減りしているのかなっていう感触はありますけどね。ではマドラス基地ですね、ここまず取っちゃいましょう。
残り4になってます。艦爆の爆撃でここを破壊していきます。これでどれくらい敵ドーンと、粉砕できるかですね。よし、一挙に敵削りましたが、それでもやっぱりこれだけの数残ってるっていうのはさすがですよね。まずは空港の確保に奔走します。さあ、はやぶさを使って果敢に攻め込んでいきましょう。まあ、はやぶさをここまで、連れてきた甲斐があったというものですよね。はい、ではここまで進めてきましたが、マドラス基地攻略完了して、まあ、ちょうどね、キリがいいところでもありますので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、敵最後の拠点ここを攻略していきましょう。まだまだ敵戦力ありますからね。スピットファイヤー、ハリケーン、このあたりも強いんですよね。まあ、しっかり、敵の航空隊を排除しつつ、あとはまあ再三今回苦しめられているこの降車砲、これも撃退しながらですね、前進を進めていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。